ジェイリン・マリク・デイビスは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、グリーンズボロ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。2015年の MLB ドラフト24巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。またこの時、チームメイトだったジェフリー・スプリングスも30巡目で、テキサス・レンジャーズから指名されている。2016年、 参加のアパラチアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズでプロデビュー。A 級、シーダーラピッツカーネルズでもプレーし、2球団合計で64試合に出場して打率。255、16本類打、41打点、5盗塁を記録した。2017年は、A 級シーダーラピッツと A 級ホートマイヤーズミラクルでプレーし、 二球団合計で125試合に出場して打率。二百五十三、十五本塁打、六十六打点、十盗塁を記録した。2018年は、a a フホートマイヤーズと a a 級チャタルーが、ルックアウツでプレーし、二球団合計で120試合に出場して打率。二百七十三、十一本塁打、五十三打点、八盗塁を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2019年は、AA 級ペンサコーラブルーアフーズとトリプル a 級ロチェスターレッドウィングスでプレーした。2019年7月31日に、サムダイソンとのトレードで、プレランダーベロア、ーヤスシーと共にサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル a 級サクラメントリバーキャッツでプレーした。 9月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると同日のセントルイスカージナルス戦にて7番右翼手で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは17試合に出場して打率1671本塁打3打点1盗塁を記録した2020年は4試合に出場して打率1671本塁打 一打点を記録した。ありがとうございます。